皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回は夏美さんをゲストにお迎えした全3回の最終回となります。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは。本日は夏美さんの3回目最終回となります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてですね、前回は10年半過ごされたインドネシアの話をというのはいろいろ伺ったんですけれども、今回は帰国されてからのことを中心に伺いたいと思います。はい、はい。帰国なさって何年になりますか？5年弱ぐらいです。5年弱ぐらい、はい。帰られてからやはりその日本語教師というか日本語を教える仕事をなさってますか？いえ、しておりません。どんな仕事、いえ、どんな仕事してらっしゃるんでしょう？今は主に途上国の方たちを対象にした国際交流事業とか、留学生受け入れ事業、それから国際研修の実施をとかをしているような団体で働いていて、主に研修の仕事をしています。あれですよね、でもこの、今ちょっとまたあれなんですけど、コロナで2年間大変だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうですね、コロナ禍になってからは訪日のプロ基本は訪日のプログラムだったんですけども、訪日ができなくなってしまったので、実質業務が全てオンラインになってしまいました。どうでしょう、こうね、せっかくそういうのをこうしようと思ってさ、帰ってらして、あらあら、はい、コロナでというので、何かこう心境の変化とかありましたか？はい、そうですね、仕事にこうかけるエネルギーがやはりだいぶ減ってしまったので、もっと何か具体的に自分ができること何かないかなと、しばらくまたモヤモヤしている時期がありました。でじゃあそのモヤモヤがこう何かまた出会って変わった、はい、ということはありますか？そうですね、2020年の夏頃に、外国にルーツがある子どもたちへのボランティアがあるということを知って、そのボランティア活動を始めました。それはどういうあれですか？はい、こう日本語教えるとか、はい、そうですね、今2つの場所でボランティアしてるんですけれども、はい、1つは子ども向けの日本語教室、もう1つは学習支援という、いわゆる学校の教科学習の支援をするボランティアです。はい、それ学習支援というのは小学校の子どもたちとかそういうところですか？そうですね、私がいる教室では小学生から上は中学生までいます。やっぱりでもこう夏美さんの場合インドネシア語がこうできるということで、多分その子どもたちにとっては自分の母語が話せる先生が来るっていうのはすごく多分心強いと思うんですけど、やっぱりインドネシアの子どもたちにこう学習支援をするっていうのがメインなんでしょうか？割合としてはインドネシアの子どもっていうのはすごく少なくて、私が住んでいる地域では、はい、はい、なのでそうですね、あんまり多くはないんですけども、日本語教室の方はちょうど私が見つけた時はインドネシアの子どもがいて、インドネシア語ができる人を探されていたので、はい、その意味では日本インドネシア語を使ってコミュニケーションしたりはしていました。どうでしょう、そこでこう、はい、教えてるというのは、はい、日本語、もともと日本語教師でいらしたわけだから、はいはい、それがそこに生かされてるなというふうに感じることってありますか？そうですね、それはもちろんすごくあります。日本語教育の世界に入っていなければこういうボランティアをやろうという気持ちにはならなかったと思いますし、もしやりたいと思っても多分勇気がなかったと思います。やってこう、じゃあ具体的にこういうところでやっててよかったなって思うことってありますか？
そうですね、やっぱり日本語がまだこう十分に話せない子どもたちに相手に話すときとかは、その日本語のそのレベルを、相手の子どものレベルを見ながら話しかけたり、その言葉を選んで話したりですとか、あと実際に少し日本語を教えるという機会もあったりするので、そういう時にはやはり日本語教育の基礎的な知識っていうのはすごく役に立っているなと思います。うん、でも今その学習支援とか、はい、海外から来て、親と一緒に来て、はい、日本の学校にこううまく馴染めない子どもっていうのは大きな問題に、社会的な問題になってると思うんですけど、はい、実際にそういう、こうボランティアの現場にいらして、はい、やっぱりこういうところが問題なんだなっていうのをこう肌で感じることって何かありますか？そうですね、外国につながりがある子どもたちの支援というのは、その住んでいる地域の行政の制度に かなりこう左右されるんですね。どのぐらい支援を受けられるかというのが、なのでこう比較的十分な支援を受けられている子もいれば、ただ翻訳の機械、通訳の機械、ポケトークみたいなのをこう支給されて、はい、それを使って学校の先生とか周りの子とコミュニケーションをしているっていう子もいたりするので、かなりばらつきが大きいんだなっていうのは現場に入ってみてすごく感じますし、もう少し気につかされることも必要だなと思うと同時に、そこに関わる人材ももっと増えるといいなと思います。どうでしょう、そういうのってこう意外と、もしかしたらすごく身近にある問題なんだと思うんですけど、はい、関わってる人が少ないっていうか、関わってないっていうのは何なんでしょうね。その辺どういうふうに思われます？何なんでしょうね。やっぱりどうでしょう、日本にずっと住んでいると、なんというか、外国の方とこう交流する機会があまりないというか、なんかやはり生活、同じ地域に住んでても、分断という言葉が適切かわからないですけれども、日本人は日本人で暮らしていて、外国につながるのある人たちはその人たちで暮らしていて、あまりなんか混じり合うことがないので、日本の人もあまりそこに目がいかないのかもしれないですね。どうでしょう、夏美さんの、その住んでらっしゃる地域では、例えば日本人とその、はい、地域に住んでる外国人がこう交流しましょうとかっていう、何かそうい こう具体的なイベントのようなものっていうのはありますか？そういうのはまだあんまり見かけたことはないですね。はい、そうなんだ。じゃあやっぱりそのあれですかね、なかなか具体的にこうみんな日本人に目に見えるところで何かができているわけではない。そんな気がしますね。もしかしたら進んでる地域ではそういうこともあるのかなと思うんですけども、なかなか外国の方がたくさん住んでる地域とかですね。でもそうやってその、10年半インドネシアで過ごされて、帰国してからも、はい、やっぱり何かしらこうインドネシアに関わりのある仕事というか、はい、仕事というか関わってるわけですよね、インドネシアと。そうですね、やっぱり自分が暮らしたことによって、とても自分自身がその国に対して距離を近く感じてるっていうのはあると思いますね。私はあまり他の国では暮らしたことがないので、インドネシア以外の国では。じゃあこの先、例えば、今まあ日本に入って帰ってらっしゃる5年半ですよね。この先、はい、こんなことしてみたいとか、将来の夢というか、どうでしょう、何かあれば教えてください。そうですね、すごくカジュアルな夢になってしまうんですが、うん、インドネシアにから帰ってきてから、実はインドネシアのいろんな部分により関心を持つようになった部分がありまして、自分の中で、はい、でその理由の一つに、日本での仕事を通してインドネシアにいる間には出会わなかった遠くの、インドネシアの遠くの地域の人たちとこう出会う機会が何度かあったりして、うん、でその人たちのことをこうより身近に感じるようになり、いつかその人たちが住んでる地域に旅行に行ってみたいなと思うようになりました。いいですね。じゃあもしかしたらあと5年とか10年後また、
夏美さんが日本じゃないところに住んでいるという可能性もあるかもしれません、ね、そうですね、はい、ありがとうございます。さて、最後にですね、第1回目に答えていただいた夏美さんを一言で言うとという質問に、答えていただいたことについてですね、伺いたいんですが、お答えがですね、行き当たりばったりの寝なし草という表現だったと思うんですけど、このあたりはどうなんでしょうか。そうですね、キャリアプランとかライフプランをこう、うん、しっかりと考えて生きてきたわけではないというところはすごく自分で自覚していて、うん、こうその時々で、まあ、出会った人とか出会った仕事とか経験を通して次の仕事をこう見つけていくみたいな形で今まで生きてきたので、なんだかそれを言葉で表現すると行き当たりばったりで、かつインドネシアの中でもあちこちフラフラしていたしで今度国を越えて日本に帰ってきてっていうので、なんだかどこにも根が生えてないなっていう自分の中のイメージで根なし草っていうふうに表現しましたわかりました、ありがとうございます。最後にですね、子どもたちですよ、インドネシア語で対応してらっしゃるということなので、私もちょっと簡単なインドネシア語を習いたいなと思うんですが、ありがとうございました、はい、ではまた会いましょうというのを、これを教えていただけますか。はい、ありがとうございましたはテリマカシと言います。テリマカシ、はい、テリマカシ、はい、はい、でまた会いましょうというのはサンパイジュンパラギと言います。はい、すみません、もう一度お願いできますか。はい、サンパイジュンパラギと言います。サンパイジュンパラギ、はい、大丈夫ですか。はい、発音バッチリです、はい、よかった。じゃあリスナーの皆さんもぜひ、覚えていただいて、テリマカシ、はい、サンパイジュンパラギ、はい、はい、じゃあ夏美さんとまたいつかどっかでお目にかかれたらと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当に海外でのね、貴重な経験をいろいろ聞かせていただきました。まあ、行き当たりばったりの根なし草とご自分を形容していますけれども、まあ、夏美さんの人との関係の築き方というのをね、通してしっかり前向きに生きていらっしゃるんじゃないのかなということを感じました。根なし草というのは、まあ、言葉はなんとなくマイナスのイメージありますけど、逆にですね、フットワークの軽さというのも意味していると思うので、もしかしたら先ほど申し上げた通り、数年後あるいは数十年後、インドネシアあるいはどっか他の国で、軽やかに生きている夏美さんに会えるのではないかなと私は一人今考えております。ありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、夏美さん、ありがとうございました。今回は帰国してからのお話を伺いましたが、日本での外国の方への日本語教育支援など、本当に日本に住む私たちの身近にある課題なんだなと改めて気づきました。私も早速今住んでいる町の日本語教室を調べたり、外国の方が開いているレストランなどに行ってちょっとお話ししてみたいなと思いました。皆さんもぜひ今住んでいる地域で何かアクションを起こしてみてはいかがでしょうか。なお、概要欄には夏美さんの活動する NPO 法人のページも貼ってありますので、ぜひご覧ください。その他情報共有やコメントなどもありましたらお寄せください。チャンネル登録なども大歓迎です。さて、次回は第10回を記念して、今までご参加いただいたゲストの方々を同時にお呼びして、ちょっとした振り返りの回を企画しています。お楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。テリマカシ、サンパイジュンパラギー。